シャーロット？意外な組み合わせだな。久しぶりね、旅人、パイモン。Nice to see you too. お前たちの話を邪魔しちゃってないよな。安心して、国政さんをインタビューしてたわけじゃないから。タコの購入について相談してたの。自信が高い。お土産用にリーユへの工芸品を買ってコンテナに持ち帰るのか。そうよ。それにパイモンはまだ気づいてないみたいだけど、今年の回答祭のテーマはまさにタコなの。え、そういえば確かに空にタコが浮かんでるな。リーユエコーは絶えず発展している。だから回答祭も古いものばかりにとらわれず、新しい流れも組むべきだと思ったの。私たち七星はリーユエの伝統を継承しつつも、他国の技術も参考にしてみようと考えたわ。多山の石持って玉を収むべしってわけね。私が前回リーユエコーに来た時、天智連の行幸さんから協力について話があるって言われたのを覚えてるかしら。それがこの件だったってわけ。共同事業を進めるって言っても、私はただ自分の人脈を使って行幸さんに何人か面白い人を推薦しただけよ。話し合いをもとに最終的に選んだ案が、リーユへの伝統工芸品であるタコとフォンテーヌのマシナリー式フローティング装置を組み合わせるというものだったわ。マシナリー式装置？なんだかすごそうだな。でもタコって風の力を借りれば飛べるもんだろ？なんでマシナリーに頼るんだよ。答えはその質問の中にあるわ、パイモン。え？タコがどれだけ高く遠くへ飛べるかは、意図を持った人の技術だけでなく、その日の天候にも左右されるでしょ。風のない日だと、どれだけ経験がある人でも水の中のスイートグッピーのようにやきもきするしかない。その通り。リーユエがこうして人が治める国になったんだもの。だから自分たちで工夫してタコを飛ばせるようになろうと思ったの。それに気軽に遊べて楽しいものであればあるほど、大勢の人が参加してくれるはずだわ。でしょ？私もこのアイディアは目の付けどころがいいと思ったわ。しかもコストだってそうかからない。シャルロットさんのおかげで共同作業も順調に進んで、新型のマシナリー式タコも港の屋台で販売されるようになったわ。今のところ供給は十分足りていそうね。価格設定については私たちも試行錯誤して、伝統的なタコと比べてもさほど高くないものになっているの。おお、いいな。国勢もシャルロットも、それから行幸もオイラと同じでおもちゃが好きだったんだな。おもちゃね。そう。ほらね、国政さん、みんな第一印象はこんな感じなのよ。ええ、確かにタコは長い歴史を持っているとはいえ、特殊な儀礼で使うことを除き、多くの人が民間のおもちゃだと認識しているのは否めないわ。でも私にとってタコはそれだけではないの。みんなはあまり想像できないかもしれないけど、軽い上に薄くてたった一本の糸で空高く飛べる紙のタコというのは、同時にリーユへの古今の魅力を乗せた宝でもあるの。古い詩集でこんなものを読んだことがあるわ。支援に託せし言葉、旅の者へ送らん、天外より未だ帰らざる人あり。昔のリーユへの詩人はよくタコで思いを表現したり、田園風景を読んだりしていたのよ。もし今の私たちがこういった遊びから趣を汲み取ることができれば、きっとこの先もより多くの人が伝統の美を感じ取って伝承していきたいと思ってくれるはずだわ。さすが国政だな。オイラよりも考えが何歩先も行ってるぞ。物知りなのね。私も勉強になったわ。こういう話を気に入ってくれるなんて、私も嬉しいわ。タコにまつわる民話ならいろいろ知っているわよ。
例えばタコが思いがけず飛んでいってしまったら仙人が風で持っていったってみんな言うの。これは不運を吉兆として捉える一種の言い方ね。へえ、他にも面白い話ってあるのか。面白い、そうね。あ、じゃあタコの制作に関することはどうかしら。これもある種の貴重な伝統工芸なの。祖父がまだ子供だった頃、タコの作り方は年長者たちから少しずつ教わっていたと聞くわ。細い竹で骨組みを作り、紙に好きな絵を描いて貼り付け、糸を結ぶ。そして空を見上げて、その手でタコを雲のそばまで届けるの。タコに名前や願い事を書いて、最後に糸を切って自由に飛ばす人もいれば、素敵な願いをタコの絵柄に込めてる人もいるわ。その絵柄と願いにはどんな関係があるの？ぜひメモしておきたいわ。そうね、例えば蝶の模様をあしらったタコは束縛を破り、自由や幸福を追い求めることと関係している場合が多いわ。へえ、他にもあるのかしら。ツバメ飛びは一番伝統的なもので、幸運や吉報を意味しているわね。色によっても細かな違いがあるわ。リーユエではこういった意味が自然と人々に定着していったのかしら。フォンテーヌの花言葉みたいに。ええ、そうでしょうね。両親や祖父母に聞けばいくつか知っているって人も多いはずよ。もし興味があるのなら、こういった題材を扱った書物を家で探してみるわね。見つけたら貸してあげるから、ぜひ参考にしてみて。すごく助かるわ。よし、リアルで生き生きとした記事、構成もバッチシ思いついたわ。 Hope it goes well。 さて、オイラたちもいろいろ見て回ろうと思ってたし、そろそろ行くか。ええ、じゃあ私はシャルロットさんを家に連れて行って、ついでに少し休憩することにするわ。そうだ、今年は総務士がタコ揚げの大会を開催する予定なの。日時は回答祭当日の夜よ。旅人とパイモンももし興味があったら、ぜひタコを持って参加してみてちょうだい。ルールは簡単よ。制限時間内にタコを一番遠く高くまで飛ばせた人が勝ち。その人には特別な栄誉が与えられるわ。それから秘密の報酬もね。私はその夜のためにフィルムをたくさん用意したわ。当日は壮大な夜景が広がること間違いなしだもの。ビレン、報酬あるところにオイラたちありだぞ。じゃあ2人の活躍を期待しているわ。旅人、思った。右を見てみろ。あ、こっそり見るんだぞ。いや、あそこの二人が見えるか。いや、I see them too。お前が気づいてたかどうか知らないけど、さっき国生たちと話してた時、あの二人がじーっとオイラたちのことを見てたんだ。それに表情もすごーく怪しかったぞ。The Qi Xing do attract a lot of attention. そういうことなのかな。いや、おいら、やっぱり安心できないぞ。あいつら、砲塔団なんじゃないか。以前の怪盗祭でも、いつも砲塔団が問題を起こしてたし。やっぱり、ここは待ってるだけじゃダメだぞ。先手必勝、陣営のごとくだぜ。おいらは左。Oi, oi, 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 wait. Okay, so this is part one. I wonder how many parts are there. Hmm. Varela を捕らえようとするその気迫、どういった了見だ。なんだ、随分古めかしい喋り方だな。お前たちの方こそ何を企んでたのか言ってもらうぞ。
人の会話を盗み聞きするなんて明らかにいい人じゃないだろう。正直に言え、まずは名前からだ。この二人にならば託す必要もあるまい。我は三眼の剣士、oh, yeah, human form. 昨月蓄養神君だ。こたびは属性を遊歴しておる。Oh, 我のことは高尚と呼べ。信じるもんか。あの偉そうなスカの仙人が自分から李有光に来るわけないだろ。うんふん、パイモン口が過ぎるぞ。ふっ、オイラの名前を知ってるくらいじゃ信じないぞ。まさか自分のことを利水定山神君って言うつもりじゃないだろうな。うん、まさにその通り。我も昨月とともに人の世へ降りてきた。我のことは摂釈と呼ぶといい。こいつらよく調べてるみたいだな。でもオイラの経験上、綿密な計画を立ててるほどでかいことを企んでるんだ。今から千眼軍を呼んで千人のふりをしてるこの悪い奴らをとっ捕まえてもらうぞ。何を言っておる、島ヨタか。 Perhaps you can prove it。 そうだぞ、ちゃんとした証拠を見せてくれよな。通りすがりの誰もが知ってるようなことじゃダメだぞ。まったく、前回の怪盗祭でのことを覚えておるか。帝君と我らが古老山で龍雲の調理神器を用いてエンドゥーシェンを料理したであろう。あの即席エンドゥーシェンの味は悪くなかった。あれから龍雲に神器を借りて調理法を入手し、たまに料理の趣を楽しんでおる。たまに。前回我が山を訪れた時、その姿を見るや否や神器を背後の琥珀に隠しておったではないか。それを昨月め、先ほどお前をかばったというのに恩をあだで返すというのか。そもそもこの二人が信じないのが悪い。であっても山でのことを漏らす必要なかろう。まったく龍雲のようなことをしよって。まあいい、お前と争うのはやめだ。I suppose they really are the adepti. そこまで話してくれたら、さすがにわかったぞ。オイラの誤解だったみたいだな。悪かったぞ。でも仙人なら器も大きいよな。サンガを飲み込めるくらい。You people will be able to see through it. お前は前々から基地に富んだものであったな。龍雲がお前を高く評価したのも頷ける。一つ聞いていいか。その利水定山はまだしも、昨月地区よ、お前はどうして町まで降りてきたんだ。ずっと対面を気にしてただろ。ふん、はあ、仕方なくだ。龍雲が李有光へ行ってから山は日々静けさに包まれるようになった。怪盗祭も近づき、我らは龍雲が今年の予定を事前に説明するものだと思っておったのだが、今日に至るまでその影を全く見せておらん。龍雲は物事を忘れるようなものではない。俗に言う山動かずとも水は動けるというものだ。友が皆李有光にいる今、我ら二人も人の姿に化けるしかあるまい。故に共に町を訪れ龍雲を探しておったのだ。だが先ほどお前らがそのマシナリー式タコとやらの話をしているのを耳にし、現状を大まかに把握した。そこでいろいろと思うことがあってな。やはり帰ることにしたのだ。探しに行かないのか。パイモンが知らぬのも無理はない。龍雲の性格を考えると、今頃あやつは進化を燃やしておるはずだ。
自信家で傲慢な龍雲は自身の仕掛けの術が誰にも負けぬと思っておる。舶来の装置などもってのほかだ。今頃は戸を閉ざして放客を拒み、花田錦の改造に勤しんでおるだろう。故に我らはいらぬ邪魔をしないでおこうと思ってな。もし数日のうちに龍雲に会うことがあれば、我らの代わりに挨拶を頼む。そっか、わかったぞ。じゃあ二人とも気をつけて帰れよ。ゆっくり景色を楽しんで、少しでも怪盗祭を楽しんでってくれよな。うむ、気持ちはしかと受け取った。これ以上の見送りは不要だ。まさかオイラの早とちりだったなんてな。あれこれ心配したのに結局知り合いだったぞ。お、そうだ、遅くならないうちにタコの屋台を覗いてみようぜ。おっきくて綺麗なタコがあるといいな。大会で披露するためにな。はい、大丈夫です。 This is gonna be very heavy story. This is gonna be a very story heavy and minimum engagement.Unlike Honkai, where Honkai has a good balance of storytelling and getting yourself engaged in the game. いらっしゃいませ。タコのご購入でしょうか。ご希望でしたら、それぞれの絵柄について簡単にご紹介しますよ。ツバメ飛びに蝶々。お、これって。ああ、こちらの群玉閣のタコは最新のものですね。ここ最近よく売れていますよ。Oh, the J-Chamber design. もしかしてこれにも何か意味があるのか。もちろんです。軍玉閣は豊かな富を象徴しています。この先多くの財をなせるようにという祝福が込められているんです。うーん、おいらこれがいいぞ。失礼、ちょっといいでしょうか。チエンさん、品は用意できましたか。ええ、そこに置いてあるのがそうです。素材の紙に竹串、染料、どれもタコを作るためのものになります。わかりました。ではこちらで包んで医療府まで届けるようすぐ表紙に連絡します。医療府？医療府？怪盗祭中はどんな感じなんだろう。え、ちょっと見てみたいな。おや、医療府に興味があるのですか。もしそこに行くのでしたら、お手数ですがガミンに声をかけて一緒にこれらの荷物を運んでいただけないでしょうか。ワインガミンにリブリスケース。さっき言ってた表紙のことか。ええ、私たち脇町は主にリーユへの交通輸送を担当しています。そして表局は脇町に属する組織です。ただ一つ問題がありまして、怪盗祭の期間中は多くの同僚が休暇を取って家に帰り、家族と共に過ごします。仕事を受ける者が一気に減ってしまうのです。もしあなたたちが手伝ってくれたら、少し予定を前倒しして私も次のお客さんに会いに行くことができまして。聞いた感じ本当に忙しいみたいだな。よかった。もちろん報酬は十分にお出ししますので。この時間だとガミンはおそらく近くにいるはずです。この大通りに沿ってまっすぐ進むと、右手側に十部劇で使う道具が置いてあるので、そのあたりにいるでしょう。タコを買うのであれば、また後でいらしてください。お二人には割引しますので。はい。Also, I won't be surprised if the main focus of this event is coming. おいおい、負けた方がザオチャをおごるって約束したとはいえ、そこまでへこむことないだろう。元気出せって。別に俺が払ってもいいから。それじゃあいつもと同じじゃないか。さすがにそれは良くないガミ。俺は何も負けを認めてないわけじゃない。ただあんな方法で逆転されるとは思ってなくてだな。あんなの大したことじゃないさ。造作もないことだ。レタスを食べるのと同じくらいな。お、よかった、ガミンがいたぞ。ちょっと邪魔するぜ。お前がガミンだよな。脇町の人が来て、イラオフに荷物を届けるのを頼みたいって言ってたぞ。お、おー、老衆の兄ちゃんか。仕事があるみたいだな。
じゃ、お先に失礼すんぜ。そうか。行ってこい。帰ってきて時間があったらまた遊ぼうぜ。次は絶対負けないからな。さ、荷物を受け取ろう。持ってくるとき重くなかった？あとは任せてくれ、俺に。そんな大変じゃなかったぜ。全部タコを作る材料なんだ。それにそんな遠くなかったしな。タコか。なるほど。パイモンはいいやつだな。こりゃちゃんと礼をしないと。で、そっちのお前が旅人だろ。よろしくな。礼を言うぜ、お前にも。はい。オイラたちのこと知ってるのか？リーウェじゃお前らを知らないやつの方が少ないんじゃないか。話はいろんなやつから聞いてるぜ。すっげー有名人なんだよ、お前らは。おっと、そうだ。もし老衆の兄ちゃんが礼を言ってなかったとしても気を悪くしないでくれ。代わりに俺が礼を言うから。兄ちゃんはいい人なんだけど、最近はすんげー忙しくてな。あちこちバタバタと走り回ってるし、だから多めに見てやってくれ。No worries。 それで今回リーウェには怪盗祭のために来たのか？うん。この時期のリーウェは一年で一番賑やかだからな。オイラたち、お前にくっついて慰労府を見に行こうかって話してたんだ。おう、構わないぜ。一緒に行こう。慰労府までの道にはすごく詳しいんだ。一歩たりとも遠回りさせることはないぜ。俺が道案内するからには。物語を話すのも冗談を披露するのも雑談で退屈を紛らわすのも全部俺に任せてくれ。そうだ、着くまでにいくつか飯屋があるんだ。どれも俺がよく行くいい店でな。一緒にどうだ、飯時になったら。食材は新鮮で豊富、さらに安くていいもんばっか。何を頼んでもうめえのを保証すんぜ。うめえの保証。パイモン seems to be drooling already。ダウンさせるようなこと言うなよ、まったく。大丈夫だって、分かってっから。ほんと仲いいんだな。俺もよくそうやってふざけ合ってるぜ、兄弟たちとな。さて、他に用事はあるか？お前らの準備が終わるまで待っとくぜ。大丈夫だぞ、オイラたちずっと旅してるから、必要なものは全部バッグに入ってるんだ。おっと、そりゃそうだな。よし、じゃあ出発だ。安心してくれ、お前らのことはしっかり守ってやっから。なんたって俺は表紙だからな。もう少しで埠頭に着くぞ。あと数歩だ、頑張れ。待った、下がれ。ここは俺に任せろ。借りなく全力攻撃だ。くっ、聖なる雷光、無我の脅威。よし、てっ、てっ、てっ。 It's kind of laggy as a matter. I don't know about you guys, but it's kind of laggy on my end. ほんと、どこに行っても砲塔団の奴らっているよな。荷物の輸送中にちゃちゃ入れられんのはいつものことさ。だから俺ら表紙がいるんだ。ところでお前、さっきすごい動きしてたよな。あ、ああ、あの動きは表紙とは関係なくって俺の趣味だ。聞いたことあるだろ、十部劇って。マジかよ、十部劇って。いや、新緑の谷一帯じゃ結構有名なんだぜ。誰かが新しく店を始めたり、誰かの家で会議を行ったりする時なんかに呼ばれて舞を披露するんだ。まあ、まあ、いい劇とは比べ物になんねえけど、自分でも分かってんだ。リーウェ校で十部劇を見たいって人はあまりいないってな。だからせいぜい副業程度にしかならない。え、副業でやってるのか。お前そんなに体力有り余ってんのかよ。おう、全然へっちゃらだぜ。
ちょっと休めばいいだけだしな。あ、わかった。お前、毎朝自然と目が覚めるまでぐっすり寝てるんだろ。おー、いや、徹夜で札遊びしてたぜ、昨日の夜も。そうなのか。さ、先に進もう。不凍はすぐそこだ。ついてきてくれ。Right, the docks. Right around here. Gamin walks forward and it seems a few would be the boatman near the docks. The next thing you know, he's called for everyone to board a bamboo raft. Yatto tsuita na! Kore de yukkuri kyuukei dekiru zo! Kata mo kotta shi, ii no naka mo karappo da! Gomen, gomen. Chotto isogi sugita ka? Demo...ずっと外を旅してたって言ってたろ。リーユエは山道が多すぎて飛ぶのが疲れるんだぞ。はあ、せっかくお腹いっぱい食べたのにまたペコペコだぜ。ならどんどん数でも食うか。店で買ったやつだけどな、俺が作ったんじゃなくて。食べる、持ってるやつ全部。おいおいおい、食いしん坊すぎやしないか。お腹いっぱいになったら飯が入らなくなるぜ。オイラは生まれつきたくさん食べるんだ。ほら、お前が生まれつき体力いっぱいで、どれだけ歩いてもどんだけ仕事しても疲れないのと同じようにな。なるほどな。ほれパイモン、あと旅人の分も。白草おじちゃんもお疲れ様っす。横に置いとくぜ、おじちゃんの分も。Gamin seems like a real people person. He can get along with anyone and he treats everyone he meets like a close friend. Umakatta zo! Oira, fukkatsu da zai! Haha! Oogesa da na! Dondonsu wa kodomo no koro kara tabeteru nda. Michibata ni aru yatai kara machi no ookina meshiya made ironna toko de tsukurareteru kedo doko mo sukoshi zutsu aji ga chigau.気に入ったんならその店の住所を調べて教えてやるよ。帰った後にな。おっと、俺としたことがおしゃべりしすぎたか。静かに景色を見るのを邪魔してないよな。もしうるさかったら言ってくれよ。俺なら大丈夫だからな。気にせず率直にな。大丈夫だぞ。お前ってしゃべりのテンポが良くて賑やかだし、話してて面白いからな。お腹いっぱいになったから機嫌がいいとかじゃないよな。それとこれとは別だぞ。 You slowly use yourself in the beauty of surrounding scenery. Before you know it, you are greeted by the sight of Yilong Wharf. やっぱり若竹が必要だな。Yeah.荷物を忘れるなよ。それと降りるときは足元に気をつけてくれ。踏み外したら水の中にドボンだからな。白草おじちゃん、ありがとな。体に気をつけてくれよ。じゃ、またな。さ、ついてきてくれ。あっちから行くのが近いんだ。氷極は上にあってリフトで上がる必要がある。That scene's pacing is a little different. Or is it just me? Oh, the elevator. Reminds me of the one area. Algeria. I forgot the name. But the one place where normally where Xiao hangs out.Yep, it's coming now. We got it. Wait, right on this.
べるぞ。Man, it's kind of hot in right over here. I'm not talking about the lady, I'm talking about the weather right now, man. Anyway, let's head to the Secure Transport Agency. I could have just used the teleporter right in front of me, but never mind. ゆっくり歩いてくれ。どうしたんだよ。街はこんなに賑わってるし、もう報道団だっていないだろ。それはなんつうか。What？なんだよ。はっきり言えよ。見えるか？あそこにいるおじちゃんとおばちゃんが、あれ、みんな俺の親戚なんだ。おお。親戚が多いんだな。あの人たちが買い物すると日が暮れるまで帰らないんだ。はあ、参ったな。敵じゃなくてただの親戚だろ。何怖がってんだよ。あ、もしかしてなんかすごい悪いことでもしたのか？そんなわけないだろう。え？ただ親戚付き合いが苦手なんだよ。Oh. 避けて通れるなら避けておきたい。機会があったらちゃんと説明するよ、お前らには。でも今は仕事が優先だ。Then we just have to sneak past them. Shidari wa hito ga ooi. Masubu iko. Sotto. Sotto. Oh my gosh. There are literally eyes everywhere. What the hell?This is the first part of the story quest and we're going stealth mode already. What the hell, man? 一旦ここで待機だ。おばちゃんが離れないか様子を見よう。 Yes, she really is sleeping. Just follow Gami for now. Wait, there's more eyes?It's more ice. Okay, maybe not. Ice on the right, ice on the right, Gamin. Ice on the right. Ah, late. Maji pane! Sasuga da na, omaera!これくらい楽勝だぞ。ロンロン数を二三口でペロッと行くみたいにな。なんだそんなに気に入ったのか。じゃあロンロン数を小さな山になるくらい買ってその中に埋めてやるよ。ひひ、そん時はオイラの頭を外に出しておいてくれな。よ、チキおじちゃん、荷物を持ってきたぜ。こっちの二人は旅人とパイモン。一緒にここまで運んでくれたダチだ。んじゃ、荷物は A さんおじちゃんのとこに置いてくるな。ああ、ご苦労だったな。そっちのお二人もありがとう。今お茶を入れるから少し休んでくといい。大丈夫だぞ、オイラたちすぐ行くから。おいおい、せっかく来たんだしちょっと休んでけって。かなり本格的なんだぞ、俺ら氷局の小螺旋川。一度飲んだらまた飲みたくなること間違いなしだ。あとチキおじちゃんも座ってな。おじちゃんに何でもかんでもやらせるわけにはいかないし、俺が入れてくっから。どっちも片手間にできることだ。俺がいっぺんに片付ければすぐ終わる。旅人は苦手なもんとかないよな。パイモンは甘いのが好きだからお茶は少し薄めにしよう。あと茶葉を使った点心も2つつけとくぜ。おい、そこまで把握してんのかよ。
君たちはガミンと知り合ってどのくらいなんだ？ついさっきだぞ。いや、たまたま一緒にイローフに来ることになったんだ。ガミンってすごく親切だろ。だからちょっと話しただけで仲良くなれてな。ガミンはそういう子なんだ。覚えが良くて人間関係にも気を使ってる。私たちの知り合いにベテランの兵士がいるんだが、この前雨が骨にしみると言って一日休みを取ったことがある。そしたらガミンのやつ、わざわざ不墨路まで行って白先生に薬を処方してもらってな、徹夜して届けに行ったんだ。Whoa. こんないいやつがみんなに好かれないわけがないだろう。ただガミンの家族は、チキおじちゃん、荷物を届ける人手が足りないって A さんおじちゃんが言ってんだけど、俺が届けてこようか？いやいや、それはさすがに大変だろう。でもタコの材料だし、家の子供たちが遊ぶためのもんかもしれないだろう。この時期に送るってことはきっと怪盗祭に間に合わせたいんだと思うぜ。おっと、その前にさ、お茶を飲んでくれ。The refreshing aroma and lingering aftertaste of the Sunglo tea to their bus. そうまで言うなら配達を頼む。It's too far to work here on my end as well. 明日の朝は暇してるか？ザオ茶でもどうだ？新月券で俺がおごるからさ。どうしたんだよ、そんな改まって。当然だろ、お前らには迷惑をかけちまったんだから。それに俺んちの状況を語るとなると一本の布地みたいに長くなる。だから座ってゆっくり話さないと。いいぜ、食べ物があるならオイラは断らないぞ。 Then see you at Zingue Kiosk then. よし、じゃあ俺は行くな。また明後日。パイモン、腹を空かせとくんだぞ。忠告はしたからな。 LOL。 It's as if he knows Paimon too damn well。 オイラのことを侮ってるみたいだな。見せつけてやらないと。 And there it is。 You mean smug face。 でもさ、ガミンの家庭環境ってそんなに複雑なのかな。ガミンって人当たりが良くて行動力も高いし、それに仕事だって丁寧だろ。何か衝突があるとは思えないけど。ああ、なんというか、いや、あの子が自分から話すつもりのようだし、おじさんは口出ししないでおこう。君たちは年齢も近そうだ、共通の話題も多いだろう。もしよかったら私の代わりに助言してやってほしい。頼まれてくれるか？ I'll try。 おじさん、時間があったらオイラたちにちっちゃい旗を作ってくれてもいいぞ。こう書いた旗をな。趣味、人助けって。なら作るよう頼んでおこう。他に希望はあるか？それ以外に書きたい文字とか。いやいや、ただ言ってみただけだぞ、冗談を。Again, by Lumine's smug face。 ガミンみたいに統治法で喋るのが映ったんじゃないか？お茶はまだあるか？おかわりはどうだ？もう大丈夫だぞ。せっかくここに来たんだし、オイラたち埠頭の方を見に行ってくるぜ。さっき親戚たちを避けてる時に路上にたくさん屋台があるのをちらっと見たんだ。リーエコーにないタコがあるかもしれないぞ。 That's not a bad idea。 ああ、じゃあ楽しんでくるといい。お茶のおかわりが欲しければ言ってくれ。休みたくなったらいつでも歓迎しよう。 Okay, then let's walk around Geelong Wharf then.Music though. なんでお前がここに？その言い方、まるでわらわと会いたくなかったと言っておるようだが。Greetings, Shen Yun.
Yep. Jiang Yun, Cloud Retainer, one of the mighty and illuminated Adepti who has long lived atop Mount Aosang, now walks among mortals under the name Jiang Yun. Jiang Yun is passionate about culinary delicacies and delight in delving into mechanisms and engineering. Though she claims not to enjoy social interaction, she has extensive connections. Alas, it is rather unlikely that normal folk interacting with her would ever link this jocular and enthusiastic woman with the legendary adeptus who would marshal the winds to deliver the clouds. これこそが年長者を敬う時のふさわしい態度だ。なんか年寄り風を吹かしてきたな。たこ揚げ大会のことを聞いて引きこもりながらあれこれ叩いて仕掛けの研究をしてるんじゃないのか。どうしてこんな遠くまで来てるんだよ。しかもそんなに大きな箱まで持って。あ、買い物してたのか。だったらなんだ。七星がフォンテーヌの技術を導入してタコ揚げの大会をやることとわらわに何の関係がある。お前たちの目にはわらわがそういう属性の勝負ごとに対して腹を立てるようなやつに映っておるのか。いや、オイラじゃなくてリスイと昨月が言ってたんだ。あいつら自分に言いにくい名前までつけてたぞ。全く覚えてないけど、とにかくあの二人が町に来てお前を探してたぞ。会ったらよろしく伝えるよう頼まれたんだ。あ、カオン、はい、Did she forget about them? リーユエコーに来てからというもの、時が経つのが早くなったせいか、すっかりあの老骨二人のことを忘れておった。詫びとして戦争でも持っていくか。いや、こうして慰労府に来たのだから茶葉がいいだろう。急用を思い出した。他に買わなければならないものがあったようだ。お前たちはここでしばらく待っておれ。すぐに戻ってくる。 OK。 え、待てって、オイラたちに荷物番させる気か。ノイ、現れるのも去ってくのも風みたいだな。ほんと自由だぜ。 I'll leave the stuff watching to you。 おい、そういうのはすぐ真似しなくていいんだぞ。早く帰ってこいよ。強盗にでもあったら危ないからな。よってらっしゃい、見てらっしゃい。行営層直送高級茶小羅千賀だよ。お客さん、茶葉を買いに来たのかい。良い品だ。あの二人に一貫ずつ持っていくとしよう。二貫買おう。あいよ、お客さん、実は今怪盗祭の大安売り中でね。なんと三貫買うと1割引き、四貫で2割引きだ。二貫で2割引きだと、これはお得だ。テイ君とピンにも一つずつ持っていこう。では四貫もらおう。おや、もしかするとお客さん贈り物かい。だったらこっちの特製セットはどう。10巻で半額だよ。 Oh no, I can see where this is going。 この包装が実に綺麗。赤いリボンがおめでたい感情を見事に演出してる。 Even the mean is being the best farmer over here, like, oh crap。 こっちの方が見栄えもいい。 Lumin, stop her. I seriously stop her. だが高魔体制と弟子たちの分も入れれば。ルミン、please stop her。 それに10という数字はすごく縁起がいい。十全十美って言うでしょ。よし、お題の端数はおまけしてあげよう。ルミン、please stop her。 ならそれを包んでくれるか。毎度あり。そちらのレディはお目が高いようですね。どうぞ、私の店もぜひ見ていってください。Oh no. 私はフォンテーヌのおもちゃ商人でしてね。ここで売っているおもちゃは全てクロックワークマシナリーで動いているんです。小型で精巧、そしてすごく面白いものばかり。 Oh no, I have a bad feeling about this. ならば言ってみろ。一体どこがどう面白いのだ。
ああ、おもちゃは遊んでみないとわからないものでして、少々お待ちください。今お出ししますので。What? 結構だ。どうされました？最新で最上位のものを一つ、しっかり包んでくれ。ああ、はい、わかりました。さ、どうぞ。説明書はですね。いや、結構だ。礼を言う。ここは人が多い。わらわが若者のからくりおもちゃのために足を止めているところを他の者に見られてはメンツが立たん。こっそり持ち帰って研究するとしよう。She's buying stuff here and there, but at least she's buying. I should head back before Zhengyi notices. She's practically buying stuff. Oh, Kao! 買い物は済んだか？当然だ。わらわは人との付き合いを好まぬだけで、できぬわけではない。It seems like Zhengyi is at least way into buying things.That box looks fit to burst already. お前たちは買い物をしに来たのではないのか？まだできてないんだ。でも見た感じ、イローフにタコの屋台はなさそうだな。むしろフォンテーヌから来たものが多いぞ。まさかお前たちもあのタコ揚げ大会に参加するつもりか？ Also? つまりその子供たちは皆参加したがっているということだ。ぴょんぴょん飛び跳ねたり、物欲しそうな目でまとわりつかれたり、なんとも耐え難いことであろう。ゆえにわらわも仕方なく手作りタコ教室を開くことにした。わらわ自らタコの作り方を教えるのだ。おお、誰が参加するんだ？僧玉、神格、カン、ヨーヨだ。シュウヨ？たくさん来るんだな。 I've heard of シュウヨ。 大会に参加するだけなら既製品のタコを買えばいいのに。カンウン、お前いいやつだな。何がマシナリー式フローティング装置だ。あんなもの、人間たちが作った粗末な装置に過ぎぬ。わらわはかれこれ千年以上仕掛けの術を研究してきた。戦力を原動力としている点は置いておくとして、その中身に着目すると、素材は竹のような軽さと鉄のような硬さを持っており、空に放てば風の力で千里先まで飛ぶ。Oh boy, その空想は612度を巡りまあよい、お前たちに話しても理解できぬだろう。話すだけ無駄であったな。めちゃくちゃ喋ってたくせに。ずっと我慢してたんだろうな。で、お前たちは参加するのか？あ、ずっとオイラたちのことを教室に誘ってくれてたのか？ Seems interesting. よかろう。材料を用意する必要はない。わらわがすべて揃えておく。では、あさっての午後、奥蔵さんで待っておるぞ。カン、帰るのか？こんな大きな木箱、少子を雇わなくて大丈夫かよ。少子、わらわにかかれば移動など自由自在、他人の手を頼る必要などない。おう、はい。えっ、この箱飛べるのか？どうなってんだ？その名も流木運搬神器。ローティングトーティングデバイス。おお、すっごいどやってるな。あいつ、意気揚々と歩いてるけど、周りの人はみんな変な目で見てるぞ。まあ、まあいいか。ちなみに、あいつの箱の中には、マシナリー式なんとか装置ってのがたくさんあったぜ。だ、別に盗み見たわけじゃないぞ。飛んでる時にちょっとふらついて、うっかり上にかけてあった布に触れちゃってな。そしたら中のものまで一緒に落ちそうになって、オイラがパシッとキャッチしてやったんだ。
What will I do about you, Paimon? あいつってすごく世間体を気にしてるよな。口では装置のことをアーダゴーダ言いながら、持ち帰って中に何が入ってるのか見ようとしてるぜ、絶対。That does sound like something she would do. おお、そうだな。あいつの気持ちも汲んでやって、オイラたちは知らないふりをしておこうぜ。これが年長者を敬う時のふさわしい態度ってやつだろ。And that's the end of part one. なんだ、ずいぶん早いな。Send me a blue.まだ何も出てきてないぜ。さっき注文したばかりだからな。Okay, Honkai is ongoing. 座ってくれ。うん、お前は座ってくれ。さて、湯飲みをくれるか。What about Genshin? Is it over? お、ありがとうね。So, Legion, Black Desert. おいおい。Wait, are you serious? It's already over? それはそのまま飲んじゃダメだろ。このお茶は。茶器をすすぐためのもんなんだ。うえ、そんなルールがあるのか。 I think it's already over. I think it's already over. Because there's no notification of the drops is ongoing on my phone.まだ朝ごはんだっていうのに。これが俺らの食文化なのさ。俺もザオ茶を取ったら、だいたいいつも昼飯を食べないんだ。I don't eat lunch after dim sum。 そういうことなら安心だぜ。じゃあ、俺らも全力でたくさんお腹の中に詰め込んでやるぞ。好きなだけ食べてくれ。借りなかったらもっと頼むからな。あ、もうそれいい髪やつは。あと、豚水もあるぞ。普段朝は飲むんだけど、せっかく二人がいるから一通り頼んどいた。お前は味はどうだ？もう少し海鮮粥をよそうか。おいらはおかわりだ。たっぷり入れてくれ。エビは多めでな。よろしく。Come on, let me. Everyone picks up their chopsticks and begins to dig in. Each dish tastes exquisite.And he's uniquely flavorful. You slowly start to relax as you enjoy pleasant conversation over a satisfying meal. This goes on until even Paimon can't eat another bite. Pick up Paimon. Hold on, let me grab my second, my new second one. I'm full of food. My head is working well. Listen, my conclusion is... Since the drops is no longer available, and so I thought, you know what?Instead of using my phone as a second monitor, so that I might as well just use my laptop or something as a second monitor. And here we go, and there, Lumine with that smug face. So, I think it's a good こいつが家の人に黙って外でこっそり友達をたくさん作ってることとか。まるで行く秋みたいだな。おい、行く秋のことを知ってんのか。本当に知り合いが多いんだな。荷物を運んでるとよくいろんな噂が聞こえてくるんだ。ま、自分の目と耳で判断する必要があるけどな。嘘か本当かは、で、最終的には自分で確かめに行く。ま、これが一番重要でもある。ほんと、何でもできちゃうんだな、ガミンの坊ちゃんは。そう茶化すなって。それに誤解してるぜ、俺んちの状況を。こんなに理論立てて推理したのに。俺の親父はごく普通の商人だ。 OK、 茶葉に関する商売をやってる。悲運商会とは比べ物にならないさ。親父は、Unfortunately, the transcoding is still not available, even though they've already announced, Twitch has announced the AV1 thing, which Max mentioned a couple of weeks ago. But then again, it's still in the beta phase.
ちゃんと話してないのか？自分の趣味とか好きなこと、あと仕事のこととか。もちろん話したさ。十部劇がやりたいってな。俺の十部劇をテイワットの全ての人に見てほしいって。でも親父に言わせれば、それは仕事なんかじゃなく子供の砂遊びらしい。そんな、多分時間が経てば現実を理解するって親父は思ってるんだ。But from the perspective of his family, Mushu dancing is practically a hobby and not a job. 他の茶商のとこに連れて行こうとしたことがある。ただ、俺は断ったんだ。それで大喧嘩になってな。あとちょっとで手が出るとこだった。で、家出したんだ。頭に血が昇って。Whoa. それっきり一度も帰ってない。早がてんしないでくれよ。Yeah, this is definitely... 自分が全部正しいとは思っちゃう。This story quest is definitely...Heavily focuses on Garmin. Just like the event story quest back in 4.3, where the central character is Chevrus. So they're practically doing the same concept on Garmin. Which to me is completely fine because safe to assume that we won't be getting any story quests for the 4-star characters. Genshin is doing aEven exclusive story quest that where the 4-star character is the central focus. As for the next event in the next update, which I believe is 4.5 if I'm not mistaken, I'm pretty sure they will drop a story quest for Chiori, but not the event because I have actually no idea what the event is about. But safe to assume that it is very likely a collaboration event between Fontaine and either with Monstead or with Sumeru. But it's most likely with Monstead because normally the Wind Bloom Festival falls around March. So I won't be surprised that there was a collaboration in the next update. It'll be regarding the Wind Bloom event.And it's a collaboration between Monstead and Fontaine. But then again, it's just my speculation. Just so happened that he Auntie Xiang Yun, huh? Auntie Xiang Yun? Yeah.Oh, Gami already knows that she's an adeptus. But recently, she changed her name. Sometimes, she forgets her identity. So, the other day, タコの素材紙に使うのと布に使うのとではわけが違うんだ。おばちゃんなんで言ってくれなかったんだよ。ああいつって時々そういうとこあるもんな。みんなが苦労して作ったタコを台無しにしたらまずい。俺もついてくぜ。配合を調整しないと。よし、じゃあ一緒に行こうぜ。人は多い方が賑やかでいいしな。So the next stop is to visit Auntie Xian Yun. Alright, let's get the hell out of here and hit where's the exit? My apologies, I'm lost. Oh, this is the exit. Everything looks the same. Okay, shut up.Go to Mount Ao Chang. Oh dear. Sorry. Getting rid of some dead bugs. Disgusting.
And just so you know, not only I'm streaming, but I'm recording at the same time. I hope my rig can handle all this. I hope my coon rig can handle all of this. This heavy duty. Wait, do I really have to climb up? I can just go from the side, right? Hold on. Okay, found the beacon. Okay, I see Ganyu, I see Shenhe, and I see Yao Yao. Is that Yao Yao? Ah, it is Yao Yao. What's she doing here? And Ganyu being a sleepyhead as always. Hello, Ganyu. How you doing? And you're being a sleepyhead as always. ちょうどミントオイルを持っている。使ってみるか。これは万民堂の客に勧められたものだ。我も試してみたが、ミントを噛むより眠気に効く。 What did she just say? 失礼。 Wait, what did you see Shenhe take out a small green bottle, extract some minty smelling liquid, and apply it to Ganyu's horns? Yao Yao and Paimon look on in shock, mouths agape, but cannot stop her in time. Miro, kiita zo. Me o samashita. But that was bold of Shenhe. お水飲む?何か口に入れて調子を整える?大丈夫です。ただ全身に寒気が。そんなに効果抜群だったか?寒気、どうしよう。師匠は心静かなればおのずと涼しって言ってたし、逆に。 カウネーネの心を弾ませてあげたらいいのかな。その言葉、ちょっと使い方が違う気がするぞ。少しよく鳴ってきました。先ほどは寝てしまっていたのでしょうか。いつの間にかお昼寝の時間になっていたのかもしれません。昨夜はあまり寝てないのか? カンは、そうなることが多い。彼は、テンデシーとオーバーカーセルフ。ワンミンレストランウィズミー。そういうわけには。およ。お、ナウシェンハズワーキングアットワンミンレストラン?すみません。私が聞き逃してしまっていたのなら失礼なのですが。こちらの方は。俺のことか?俺はガミ。お、ディスイズ。ガニーミーティングガミフォーザファーストタイム。 その名前には覚えがありますね。総務士の人から聞いたことがあります。仕事の合間でも積極的に皆さんのお手伝いをたくさんされているんですよね。ちょっと照れるな。私はカウ。こちらは新学で、この子がヨーヨです。いや、what?あ、そう。What is Yao Yao doing right over here?そういえば。 みんな勘おばちゃんのタコ教室に参加するのか?はい、メイキングワークショップ。作り方を学ぶんだよ。オッケー。我はそうだ。タコ作りもタコ揚げも、どちらもしたことがないが、師匠が教えてくれるのなら、我は学びたい。ヨーヨマ、お友達と一緒に。ああ、I see. Yo-Yo's over here to learn how to make a kite. Okay. And 自分で作ったタコの方が思い出になるでしょう? お前のお友達は来ないのか? Best friend? ジャニー? Oh, Chi-Chi. 気が利くんだな。私は
その皆さんほど熱心に学びたいわけではありません。Well, you have a tendency to overwork yourself, buddy. 開催祭当日に皆さんと一緒に町の賑やかな雰囲気を楽しもうと思っていました。ただ、リュウン・シン君はいつも私たちのことを気にかけてくれています。自分のことよりも私たちのことを大切にしていて、一番いいものを常に持たせたいと考えてくださっているんです。ですから、リュウン・シン君の親切心と苦労を無駄にはしたくないと思いまして。ですが目的は違えど、私も全力で取り組むつもりです。みんな偉いな。で、こんなに話してるのに、当のカウンはどこにいるんだ？まったく。Yeah, wait. Oh, there she is. Who is it that speaks of oneself in such an ill-tempered tone?I'm on the end. Oh well, who do we have here? And Haimonbi, my man, whenever it comes to food, she will enter into a state of down to earth. I'm just waiting for the day where Haimon is gonna get mentally tortured once she reaches Natlin. And I just hope that Natlin is literally hell. Considering the fact it's the nation of Pyro. But I could be wrong.Let's see how Genshin handles Natlin once Natlin drops in like somewhere between August or September. And I hope they go dark once we reach Natlin. About as dark as Honkai Star Rail's Enakoni arc.I'll be the one making it anyway. One will wait under this tree and avail oneself of the cool air one digests. Do not hesitate to seek one's company to them fast! In the meantime,So, construction. Gamin, Shenhe, and who's that one? Oh, Yao Yao. So let's talk to Ganyu and Shop. What? その神格。次からはもう私の角に何かをなったりしないでくださいね。すごく敏感なところなので。なるほど。すまなかった。覚えておこう。ええ、もう大丈夫ではありますが。そうか。もう一度座ってもよいか？ What? 今度は何もつけない。カウン先輩の角の手触りが。She just tell you not to touch them and then you ask permission to touch them again. Really? 私は先輩と呼ばなくていいと言ったのに。Well, at least she gave the green light, so fine. いいでしょう。そっと触ってくださいね。硬くて。Firm to the touch, we know this screen above temperature, not unlike certain medicinal plants I've eaten before. Do Ganyu appears to be shaking like a cat whose whiskers have just been touched. I should stop. この辺でやめておこう。よし。では。次から額に塗るのはどうだ？今度からなるべく外で昼寝しないようにしますので、まあ、そろそろタコを作りましょう。後でリュウシン君が進捗を尋ねに来るでしょうし、そうですね。一番伝統的な模様にしましょうか。うむ。カウと神格って仲がいいんだな。
邪魔しないでおこうぜ。I'll be real. I don't mind pulling for Ganyu, but number one, she's not on my priority list. And number two, I'm not really good at using gold characters. Because I tried to use Tartaglia. I tried to use Nainari. I just can't seem to like know how to fully utilize them. Compared to melee characters such as the likes of Raiden, Navia, let's see, Keqing, Hu Tao, and then I don't mind. I'm still okay with using Catalyst users.Such as the likes of Yaimiko, Onas of Subdivius, and Nahida. I'm still okay with these girls kind of characters. And as a matter of fact, right, as of lately, Genshin are designing Catalyst users like they are melee fighters. Very good example, Risley and Hazo. They are Catalyst users, but they fight with their fist.Like, what the hell? They're practically melee fighters at this point. Which is why I don't mind. Which is why I'm still okay of using Catalyst users. But in terms of bow characters, I kinda suck at using them. Except for Yelan. Yelan is pretty much straightforward. But then again, Yelan is. She's more of a sub DPS. I can build her as main DPS if I wanted to, but.She's more of a sub DPS from the way I see it. And bow users who are main DPS are mostly Tainari and Tartaglia. I'm having difficulty using a bow. I probably should do a research on how to like fully utilize Tainari and Tartaglia.Because I might consider bringing them into this spiral abyss if I feel like it. Where to? Okay, let's start making a kite. Mazu wa donna katachi no tako wo tsukuru ka da yo na. Wait just a minute. Oi, nande kyou ni hitori de. Wait just a minute. This reminds me of that one moment where we were drawing Paimon's art back when we first meet Albedo at what was the name of the location again? I forgot the name of the location because it's been quite some time since the last time we visited that location. But anyhow, let's just keep going. Ma, なんとなく予想してたけど、オイラのタコならお前が道に迷わないように。それから途中でうまいもんとか I'm gonna make the dumbest Paimon kite as possible. Yeah. ちょっと芸術的な加工が足りない。Exaggerate this a bit. The word Paimon means the guardian angel of travelers. ここはもっと思いっきり行こうぜ。Right. Paimon だこの意味はズバリ。Right. 旅人の守護神だ。Build the kite's frame according to the card retainer's instruction.Okay. The structure is nice. 次はどんな表情にするかだな。I'm gonna give her the dumbest expression possible.
guilty about something, she looked afraid, pleased with herself. No. Which one is the dumbest face available? Guilty about something? Afraid? Nah. Afraid's not dumb enough. Guilty? Please with herself. No, I don't want to give her the pleasure. I want to make her look as dumb as possible. Okay, so I think I'm gonna go with she should look guilty about something. Okay, let's do it. Yoshi,決まりだな. Sasuku sagyo ni torikakarou ze. Yatto kansei da. Modelu no oira ga chanto kawaii okage de Paimon dako mo. Wait. Come on, let me have a look at her, at the kite, man. What the heck? Yeesh. さあ、わらわに見せてみるといい。カウネーネの神格ネーネのタコは。ツバメ飛びなんだね。すっごく綺麗。うん、色も師匠の色と似てる。尾の部分を閉じればそっくりだな。あれ？よく見ると羽の色がはみ出てるところがあるぞ。もしかしてカウが色を塗るときにうっかり寝ちゃったのか？そこは我が塗った。 But unfortunately, Genshin doesn't have the option where to deactivate the HUD, unlike how Okasari has. 過ごした時間が長かったからだろうか。人間の姿を前にしても、青と白の混じった色合いのみが思い浮かんでしまう。Alright, let's have a look at the Paimon. そう言われると、オイラまでそのイメージが目に浮かんでくるぞ。そうであろう。それでいっそのこと、目を閉じて、記憶に導かれるままに筆を動かした。マジかよ。目を閉じてても絵が描けるなんて、これぞ仙人の弟子ってやつか。わらわを思う神格の気持ち。嬉しく思うぞ。ガミンさんと総玉の芸術のとこはとても嬉しいですね。空を飛ぶ姿はきっと迫力満点だと思います。目と耳が光るんだ。夜になれば光ってるのが見えるはずだよ。Interesting。ヨーヨの金山柄もすごく可愛い。Golden Finch。リュウンおばちゃんの大季節物のおかげだよ。Antique Cloud Retainer. The smug face. Paimon によく似ている。ん？なんでそう思うんだ？以前、旅人が自分の皿の肉が一つ減ったことに首をかしげていたとき、主はまさにこのような表情だった。Okay. Oh my god. What is it? I don't know. That's the dumbest thing.
did ask for a the Dumbo space pump. Find one as available. And I go, why do we keep on that? I'm just curious what the other option, the other two options, how does the other two faces in the other two options though? I'm kind of curious. Oh my god. お前たちは糸を結びつける作業を続けている。わらわはすぐ戻ってくる。Oh my gosh. That was hilarious. 龍神君について行っていただけませんか？師匠大丈夫かな？ Yeah, she should be fine. But she's... タコの持ち主が心配なのです。 Yeah, the person who released the kite, that's the thing. 先輩に雰囲気が。Hold on, I need a drink. I need a drink. Oh my god. Okay, let's follow Xian Yun right now. Oh my goodness. Just follow the circle, and I think I should be fine. I'm Mary Poppins, y'all. Yes, right there. Yeah? Is these two? まさかとは思うが、なんとなく嫌な予感が。The mountain shaper and the moon cover. 今頃、龍雲は町で弟子の世話をしておるか、道府にこもって研究に没頭しておるはず。But bad news, buddy. She already noticed the kite. しかし、風がなくとも飛ぶ仕組みは実に興味をそそられる。からくりの観点で言えば、龍雲の仕掛けの術にも。引けを取らないのではないか。気をつけろ。万が一龍雲の耳に入れば、借りているからくり調理神器を即刻回収する。Too late, buddy. You're the two of you. お尋ねしますが、このタコはお二方のものでしょうか。立てやろう。どうするんだ。我を見るな。タコは二人の合意のもと。一緒にあげたものではないか。リスイ、黙ってないで、何か気の利いたことを言え。我が言っても火に油を注ぐだけだ。黙ってこの場を離れるのは得策であろう。さっさと行くぞ。一時的にしのげても、長くごまかすことはできぬだろう。そもそも我々の正体が見破られているのではないか。あな。Oh, she doesn't know their true identity yet.He doesn't know yet. Alright. Yeah. So, それは我々のタコではありません。そうですか。仙人の勘が外れましたね。ああ、なんと仙人様でいらっしゃいましたか。これは失礼いたしました。仙人様のおわすところでタコをあげるとは、一体誰がそんなことを。失礼にも程があります。
その通りです。我々はたまたま景色を眺めていただけで、そう、ミントの鑑賞をしていたんです。他に何もないようでしたら、これで失礼させて。 They're trying to bail out。Oh no! Oh, they did! Oira, 何か間違ったことでも言ったか。 Oh, they did! 構わぬ。二人の正体はとっくに分かっておった。ただどこまで演技を続けるつもりか。 Oh, she already knows who they really are. Even before Paimon and the Traveler came in, she already knows. 二人の老友が楽しいひとときを過ごしているというのに、わらわが怒るわけないで。 Oh, okay. 属性のものが新鮮に映るのも理解できる。 At least she ain't mad. 祭りの雰囲気に浮かれてしまってな。せっかくだからと近頃の流行り物に触れてみようと思ったのだ。しかし我々は龍雲のように仕掛けの術に明るいわけではない。故に良いタコを作るのも至難の業で、手っ取り早い方法を探すしかなかった。龍雲の仕掛けの術といえば、上では風と雲を操り、下では波をも呼び寄せる。この世で危険を許さぬその妙技を我々はよく知っておるぞ。客人を待たせておるゆえ、先に失礼するぞ。二人とも、また後日会おう。旅人、パイモン、しっかりついてこい。パリキープアップ Really? 行ったり来たりで息をつく暇もなかったぞ。 Right. Back to the Yes, I'll teleport then. Yeah, I see Ganyu, I see Shenhe. Oh, Yao Yao and Gaming are missing.戻ってきた。 Yep. We're back. もうヘトヘトだぞ。あれ、なんで二人しかいないんだ。あなたたちが離れた後、ヨーヨと総玉はタコをあげに行ったのですが、しばらく遊んだら眠くなったようです。それでガミンさんが彼女たちを家まで送ると申し出てくださいまして。だが彼が先ほど言っていた言葉の意味を我はあまり理解できなかった。お？ガミンは何て言ったんだ？タコがどんだけ高く、A kite is always tied down no matter how far it flies or how high it soars.Its tether prevents it from ever truly flying free. Yeah. That's how kite works. Perhaps he sees himself reflected in them? 自分自身を重ねる。もし我がタコだとすれば、バリにとって糸はとても大切な存在だ。それは大切な人との絆を意味する。それから神格？そのつながりはとても細く、遠く離れたものではあるが、もし糸がなければ我は帰るべき場所を失ってしまうだろう。ヌッシの言うようにガミンがタコに自分自身を重ねているのだとしたら、
なおさら理解に苦しむ。人それぞれ立場や経歴、考え方は異なりますからね。Yeah, that's the thing. これもよくあることです。辛いものを好む人には、Different people have different perspective on things in general. 辛いものには一切口をつけられない人がいるのと同じようにか。ええ。だからこそ、お互いを理解し合い、寛大な心で接し合うのが大事なんです。何の話だ。寛大な心がどうのこうのと聞こえたが、話に入り損ねたようだ。ただの雑談だぞ。カオンってほんと、どんな情報も聞き逃さないんだな。おい、そや、どこ行ってたんだ？ふん、少しばかり料理の腕を振るっていた。もう日が暮れる。休憩がなければ、残って食事をとっていくといい。リュウンシン君の手料理をいただくのは久々ですね。心配無用だ。肉も野菜も揃っておる。お前たちの食の好みをわらわが知らぬわけなかろう。I call dibs on Paimon's portion. ダメダメ！ザオ茶とチコ魚焼きはとっくに消化したからな。神格、カン、I'm gonna ついてきてくれ。I'm gonna talk trash on Paimon as frequently as possible. まさか、二人にはスペシャルメニューがあるとかじゃないよな。料理を運ぶなら、オイラたちも手伝うぞ。Okay, apparently you're not done yet, so we'll just head over to the entrance. It's round. Oh, there. Hold on.You wait outside Cloud Retainer's abode for a few moments. And it's already night time.足に風が当たって寒いですし、なんだか恥ずかしいです。髪飾りはちゃんと止められたでしょうか。出る前にリュウンシン君にもう一度見てもらえばよかった。どうだ。え、そんな堂々と聞くなんて。Oh my god. Dude, they look stunning. Like, holy shit. I wish I could scream, but unfortunately I can't. I might wake up the neighbors. So, I'm trying my best not to scream, but god damn, they're stunning! Holy shit! Kaon, it's so beautiful! What do you say? It's so beautiful! And I'm just glad I got Shunhe's outfit. I wish I had Ganyu's outfit, but unfortunately I don't have Ganyu. And I'll be frank, if I have Ganyu...I'm buying her outfit without a shadow of a doubt. But unfortunately, I don't have Ganyu, so... Maybe... next time. Ah, Shunhe likes black. A very bold of Shunhe to ask us how do they look like... Dude, they look stunning as hell, like, are you kidding me?カーンはどうだ。私は黒と青、どちらも好きです。 OK、 その素材、着心地も悪くないだろう。はい、タコだけでなく、こんなに貴重な大量祭の贈り物までいただけるなんて、
お心遣いありがとうございます。ガニュー looks gorgeous and Shinho looks sexy as hell. お前たちが気に入ったのなら何よりだ。普段からそれを着るといい。Buying them outfits was the right freaking decision. カオは料理の腕をまた一段と上げたな。特にこの黄金狩りだけど、衣はサクサクで。身には甘みがギュッと詰まってたぞ。たらふく食ったぜ。ガミンがいなくてよかったぞ。もしあいつがいたらきっとオイラと箸で戦うことになってたからな。 It would be a close match. ガミンにはタコのことで来てもらった上に、午後は総局の面倒まで見てもらった。せめて夕げを地層したかったのだが、仕方がない。今度檻を見てあやつに礼を言うとしよう。龍雲神君に認められる人物なんてそういませんよね。わらわの基準が高いからな。ガミンは将来有望な人材だ。わらわはその際に可能性を見出しておる。彼は自分を縛りつける意図から解放されたいようだった。イット、それはまた何の比喩だ。万民堂で働き始めてから新しい言葉をいろいろと身につけたようだな。わらわがついていけぬとは。どこから説明したら。あ、カーンはガミンがお父さんとの関係で悩んでるってことは知ってるか。家族とあまり仲が良くないことは耳にしておる。実はあいつ、家出してから一度も帰ってないんだ。いや、何？そのようなことは。Long story short, Gamin has daddy issues. ことの始終を詳しく聞かせてみよう。話していいのかな。あいつに怒られないといいけど。Paimon tells Club Retainer everything she knows about Gamin's family situation. これは放ってはおけぬ。回答祭は目の前だぞ。変化を求めるのにゆっくり進んでいく暇などあるものか。そういえば先日、裁縫師を探していたとき、深淵大将ミヌのことを思い出した。あやつは裁縫の天賦に恵まれておってな。生地の選定や、色の組み合わせ方、服を着る者の気品を際立たせる飾りの付け方に至るまで深い造形があった。仙人の集まりの場で罰難は我々女人にこっそり不満を漏らしたことがある。ミヌが仕立ててくれた服は華やかな見た目とは裏腹に、丈が長すぎて戦う時に動きにくくて困るとな。それでわらわはさりげなくミヌの考えを探ってみたのだ。すると裾がなびく姿こそ仙人の気品を感じさせる霊視だというのがあやつの持論だった。衣装や装飾品に対するミヌのこだわりは帝君さえお手上げなほどであった。その後話が脱線したな。詰まるところ、わらわが言いたかったのは、回答祭は団らんを祝う祭りだということだ。まだ手を打つ時間はある。問題があれば解決するまで悔いを残さぬようにな。諸行無常、苦難や不測の出来事は招かれざる客人のごとく無常に訪れるもの。まだ若いうちは可能なら避けて通った方がよかろう。言ってることはわかるけど。龍雲神君、何か案はあるのでしょうか。ふむ、戦術を使うか。いな、仕掛けの術。こたびの状況では出番がなさそうだな。我に何かできることはあるか。そうか、皆の力に頼るのも悪くない。妙案を思いついたぞ。まずはこのようにして。して、みんなはどう思う？お、いいと思うぜ。絶対成功させようなふん、
わらわの計画が成功しないわけなかろう。ではおのおの準備を済ませ、2日後に合流するとしよう。それまでゆっくり休息をしていい。Yeah, part 2 has already ended. They're planning something, but they haven't revealed to us yet. Okay, so wait until the appointed time, 8 a.m. 800 to 1200, 2 days later. お前、またザオちゃんをおごるはめになったんじゃないか？おいおい、パイモン、俺を見くびりすぎじゃないか？お、皆さんお揃いのようですね。ちょうどよかった。お三方に重要な依頼があるんです。Important commission? なんだ？すぐに動けるぜ。物はどこだ？護送の依頼です。行営層の茶匠が品を持ってリーウェコーへ向かいますので、護送してあげてください。大口のお得意さんがその商人を指名したそうです。了解。住所はこちらです。こんな大掛かりな依頼ってことはきっとすごく重要で急を要してるんだと思うぜ。ええ、早く遂行するに越したことはないでしょう。早めに出発した方が良いかと。 It's fine by me。わかった。老州の兄ちゃんも無理すんなよ。じゃ、行ってくる。Wait, let me... Part 3 begins. And I believe Part 3 is the one where there's a cutscene, if I'm not mistaken. Don't get me wrong, I have not...watch any cutscene or spoilers prior to this, so no spoiler. Oh, we're already over here at. もうすぐ到着だ。物語はまた今度な。Wait, let's follow the yellow dots. Konnichiwa! Omae ga irai wo dashita chasho da yo na. Goei wa oira tachi ni makasete kure. Oh, I believe that is that. Oyaji.半人前くらいにはなったようだな。これで全部か、品は。ああ、すべて揃ってる。じゃ、出発していいか。大口顧客の指名だから、お前も行かなきゃいけないんだぞ。じゃないと、オイラたちは責任を追及されるし、お前だって。大儲けのチャンスを逃しちゃうぜ。分かっている。では世話になる。出発しよう。シェンギン definitely have a hand in this. So let's head over to Wangshu Inn.Hurry up with the load. Work as armed escorts together with Garmin.
私は問題ない。ガミン、お前いつもおやつを持ち歩いてるよな。ちょっと分けてやったらどうだ。私はいい。おい、ドーナツってすごくうまいんだぞ。幼児さんは食べたことないだろ。パイモン。Let's keep walking for now. ま、開けた場所もあるし、ここで一息つくとすっか。ガミは一緒に座らないのか？お、ラミリ、ウチネル、バイデン。俺は平気だ。見張りでもしてるさ。And Gami is clearly distancing himself from his dad. Hold it. There you go. He's clearly, they're clearly distancing themselves. じゃあ先にいただくぜ。知ってるか？このドンロンスって店によって味が。待て、何者だ？我の動きが少々大きすぎたか。そんなことより役目を果たすことに集中しよう。Oh, is this too? 金品などは持っておるか？ Excuse me, ornament? おとなしく差し出すがよい。どうしたら？人数は二人。他に仲間はいないみたいだな。こいつらを追っ払うのは楽勝だが。もし親父を狙って罠でも仕掛けてたらまずい。ここは慎重に行こう。ここは俺に任せろ。旅人パイモン、親父と品は任せた。先に行っててくれ。ガミン、危険だ。俺の仕事さ、これがな。なんと手強い相手だ。ここは引くべきだな。もっと軟弱なものを狙うとしよう。逃がすかよ、そう簡単に。ラビティヌは watching in the back if you guys do this. ガミ。And ガミ is chasing them to the kingdom. 心配すんなって。ガミはすごく強いんだから。この前だってあいつ一人で10人を超える砲塔団をやっつけたんだぞ。そうは言ってもガミが。もし最初から私のもとで商売を学んでいたら、こんな危険な目に遭わずに済んだのに。ガミンに言われた通り、オイラたちは先に進もう。ここで待ち伏せにでもあったら大変だ。Typical Asian family. 今のところ順調なようだ。ここまで来たら、もう大丈夫だな。Zhongli? 若者よ、早くタコを下ろしてここを去った方がいい。近くに。And the guy that he's using, that's Wu Tao's ghost or pet, whatever you want to call it. Ghost? なんと真っ昼間から。What? なるほど。最近風邪が流行っていると聞く。パイモン、喉の調子が悪いのなら座ってお茶でもどうだ。そうじゃなくて。No. これはお菓子を食べさせ。Johnny doesn't get the clue.強盗がいるのなら。近くの戦艦群に知らせればいい。The guy that was escorting us is already on the tail. そうか。ならば、人にはそれぞれ得意分野がある。ここは専門家に任せてはどうだろうか。ああ、そうだな。私たち一般人が首を突っ込んだところで、足手まといになるだけだろう。言う通りだ。せっかくの良い天気だ。手持ち無沙汰でいるより、静かな場所で茶でも飲みながら心を落ち着かせ、同胞を待つのも悪くない。では、
そうするとしよう。Find a tea stall to rest at. Got it. Okay. I believe this is a good spot.妖おじさんがこんなに心配してるのには理由があってだな。少子のガミンはこいつの息子なんだ。ガミン、聞いたことのあるなだ。最近町で重武劇を披露しているもののことか。お前も重武劇を見たことあるのか。ああ、あの若者はしっかりとした基礎と熟練の技を身につけていた。芸獣と混然一体となった舞は実に見事なものだ。しかも十分劇はリーウェコーで少しずつ人気を博しつつある。だが彼らが抱えているであろう様々な困難は我々観衆からは想像できないものかもしれない。しかし困難に立ち向かうその精神こそ最も貴重な資質だと俺は思っている。俺の茶飲み仲間たちもガミン殿のことを思いやりと正義感のあるものだと口を揃えて言っている。最徳兼備な息子さんで、幼児さんもさぞ誇り高いだろう。クリオイラたちに合わせて幼児さん呼びしちゃってるぞ。あ、ええ、あいつはまあ確かに頑張り屋ではあるな。ガミンが戻ってきたら本人の前で褒めてやれよ。それはガミン殿はまだ年も若いゆえ衝動に駆られやすいのだろう。若者にはよくあることだ。幼児さんから伝えづらいというのなら俺たちが代わりに伝えてもいいが。いやいや、そんな迷惑をかけるわけには。はあ、もう昔のことなんだが、ガミンと私の間には溝ができてしまってね。私は生涯をお茶の商売に捧げてきた。だから子供にもそのイロハを学ばせたかったんだ。でなければあいつ一人でどうやって生きていく。しかしあいつの表紙の仕事は軌道に乗り、護送する距離もどんどん伸びていった。それに十分劇を諦める気もさらさらないようで、私は嬉しい反面心配でな。若者は体が丈夫で力もみなぎってる。だが年老いたらどうなる。そう考えるたび自分の判断は間違っていないのだと、あいつのわがままを聞いてやるわけにはいかないと思い直すんだ。こうなることを知っていたら、あいつが幼かった頃十部劇なんかに連れて行かなかったというのに。子供に平坦な道を歩んでほしいと願う親の気持ちは理解に難くないもの。幼児さんもあまり思い詰めない方がいい。勝利さんは見たところお若いのに相当な見識をお持ちのようだ。もしや私が思う年齢とはだいぶかけ離れているのだろうか。考えすぎだ。実は古い友人の中に数人の娘を持つ者がいてな。その娘たちは皆独り立ちをしている。彼女は子供を心配して思い悩むのではなく、その子供たちに夢を追いかける自由を与えることを選んだ。そのご友人は思い切ったものだ。私にはそんな度量ないかもしれん。 And that's how every parents should be.それから勝利さんさえよければ私のことは名前で普通に呼んでくれたらいい。ではそうさせてもらおう。勝利さんから見ても私は心配しすぎなのだろうか。いや、その言い方は少々偏りがすぎる。親が子供を心配するのは当然のことだ。とはいえ空を飛ぶタコ同様、糸をきつく引っ張りすぎては逆効果になりかねない。先ほどの古い友人はこう言っていた。もし子供が夢に向かって外の世界を歩みたがっているのなら、糸を引っ張り続けては
タコが落下してしまうだろうと。はあ、やはり私の考えが古すぎたということか。家族を思う気持ちを古いという言葉で評すべきではない。ただ少しだけ寛容な心で息子さんを見守ってあげてはどうだろうか。陽徳殿はきっと女王を重んじる方なのだろう。ガミン殿の心配はしばし置いておき、いろいろな場所を巡りながら茶を飲み景色を堪能するのも悪くないのではないか。すぐそこに思いもよらぬ吉報が待っているかもしれない。すぐそこか、そんなわけないだろう。日々が積み重なり瞬く間に1年が過ぎる。気づけば子供が成人しているという感覚を父親である陽徳殿はよく分かっているだろう。ガミンはそうだな、気づけばもう羽が生え揃っていた。勝利のやつ話がうまいな。 Yeah, I mean this is something I can relate to in real life. Because once your kid has fully grown up, it's time for him to let him soar to the skies instead of letting him stuck in the cage. それに王城堂の If you guys know what I'm talking about. こうして出会ったのも何かの縁だと思い、少し歓談をしていた。無事解決したのか。まあ。なんだその返事は。旅人、パイモン、ちょっといいか。聞きたいことがあるんだ。お？どうしたんだよ。OK。Now。単刀直入に聞くぞ。さっきの二人組の強盗ってお前らの知り合いか。おい、なんで急にそんなこと聞くんだよ。当たりみたいだな。パイモンが俺と目も合わせらんないってことは。まいったな。でもなんでわかったんだ。あの二人最初から振る舞いが大げさだったし、それになんか不自然だったろ。あと追っかけてる最中にただもんじゃないって気づいたんだ。もうちょっとで追いつきそうなのに一向に距離が縮まんなくてさ。それほどの実力の持ち主なら他にも方法があったはずだ。俺らが警戒を緩めた隙を狙ってくるとかな。でもそうしなかった。つまり俺を引き離すのが狙いだったってことだ。お前意外と頭の回転が早いんだな。まあこれに関しちゃ経験によるとこが大きい。悪質な強盗とは何度も手合わせしたことがあるからな。けど今回みたいのは初めてだった。奴らにこう言っといてやったぜ。足を洗って改心したくなったら教師になるのがおすすめだ。リーウェコーに来たら俺を訪ねろってな。おお、さすがだな。友達を作るのがうますぎるぞ。俺と親父の関係を何とかしたいって思ったんだろ。いや、気持ちはありがたいぜ。けどこれはずっと前から親父との間にあった問題だ。さっきの強盗騒ぎが演技じゃなく本当だったとして、俺が奴らを捕まえて差し出したところで何も変わりはしない。俺に対する親父の態度、お前らも見たろ。違うぞ。本当は幼児さんはガミンのことをすごく心配してるんだ。オイラたちには正直に言ってくれたぞ。さっきの勝利の説得であと一歩ってところだったのに。はあ、信じないのか。絶対に変わんないさ、親父は。他人にはそう言っても俺には絶対に言わない。その点は俺が一番よく知ってる。Yeah, I get the feeling as well. そうだぞ。結果を出したいってオイラたちに言ったよな。これまで必死に頑張ってきたことを幼児さんに伝えたらどうだ。伝えるっつっても無駄に決まってんじゃんか、そんなの。
やってみないとわかんないだろ。食べてもないのにうまいかどうかわかんないのと同じだ。オイラたちの言うことは信じろ。人とすぐ仲良くなれるお前の性格で幼児さんとも接するんだ。お前を理解する味方になってくれるかもしれないぞ。Look, buddy. やってみるよ。If it works, it works. できる限り。勝利さんは実に博識であられる。本当に感心させられることばかりだ。何十年と茶商をやってきたが、こうして勝利さんからお茶の心得についていろいろと教わるとはね。過分な言葉だ。個人的な見解を述べたに過ぎない。オイラたちがいない間にどんだけ飲んだんだよ。It's not like it was alcohol. 陽徳殿との話は実に愉快だ。茶と同じようにこの遊戯は味わい深いものとなった。ああ、まさしくその通りだ。ガミン、勝利さんはとても博識な方だ。リーウエコーで勝利さんのような有識者に会ったら、いろいろと相談に乗ってもらえ。え？ああ。コホン、勝利。陽徳殿、歓談を続けたい気持ちは山々だが、残念ながら同志に頼まれた仕事がまだ残っていてな。そうだったのか。もっと早く言ってくれたらよかったのに。仕事の邪魔をしてしまって申し訳ない。またご都合のいい時にでも座王茶をご馳走させてもらえたら嬉しい。ああ、必ず。 Just like that、 そこまで送ってやるぞ。 Connection has been made。Okay, father and son conversation. Leave the tea stall and talk to Zhong Li. Right, where is he? さっきは幼児さんを説得してくれてありがとな。オイラたちが送ったサインに気づいてくれて助かったぜ。二人とはそれなりに長く付き合っているからな。その経験のおかげだ。それに大したことではない。気にしないでくれ。お前の性格は相変わらずだな。でも勝利、見送るとは言ったけど、なんでこんな遠くまで来たんだ。あいつらに聞こえない距離まで来れば十分だったろ。もう一人の友人が来ているからだ。Another friend? 旅人。お、パイモン。ジャオ。我はずっといた。幽霊のタコ。もしやあの神出鬼没な同志がまた防御旅館に来ているのか。こたびはまたいかなる用が。まあいい。同志と帝君、いや勝利様との間柄を考え、一言挨拶でもしておこう。The thing is, it's only Zhong Li. Utao's not there. Shori sama. Tekiri, Fu doshi kado. Ah, ii tokoro ni kite kureta. Omae mo kono atarashii shiromono o tameshite minai ka? Douryoku sōchi o tori tsuketa koto de, tako o ageru sai ni yori antei suru no da ga.相当熱心に研究をされているようだ。安定しすぎることでタコが上空でゆらゆらと揺れる様を見られなくなったのは少々残念だ。実は今回怪盗祭に必要なものを購入するよう同種に言いつけられている。あ、はい、毎年のことですね。おそらく来年も変わらないでしょう。But that's a very awkward conversation. 違いましたでしょうか。あ、そのごま油を頼まれたこともありましたし。いや、なぜ同志は怪盗祭の期間中に野菜のごま油あえにこだわるのだろうかと考えていた。
シャンリンの助言なのだろうか。ショウ、お前はどう思う？ This is a very awkward conversation. あまり深く関わったことがなく、なんとも。そうか。王城堂の者と関わる機会を増やしてみるのはどうだ？暇があれば気軽に寄ってみるといい。こっちは装置を取り付けていない伝統様式のタコだ。この2種類のタコの違いを見定め、より娯楽性に優れた方を選ぶようにと同種に頼まれている。ちょうど手が欲しいところでな。もう一つのタコをあげてもらえないか？はい。And speaking of which, we haven't seen Utao throughout the entire quest yet. 速度を求めるのなら、装置を取り付けた方のがいいでしょう。なるほど。代わりに同種に伝えるとしよう。この二つのタコは、お前のところに預けておこう。普段友人と共にタコをあげるのも、また一興かもしれない。Zhongmi is trying to make Xiao blend into society when we ask him.タコ揚げを好む者など周りにおらぬゆえ。なら、お前の最中を生かし探してみるのもいいだろう。なんだ、ただショウにタコ揚げを手伝わせてただけか。なんか聞いちゃいけないことなのかと思ったぞ。フータオに頼まれた実験だったんだな。手伝わせていたというより、流行りの代物がどれほどの飛行性能を持つか比べるため誘ったと言うべきだろう。つまり大会のライバルがまた一人増えたってことか。Competition is not the important thing right now. ショウはタコ揚げが好きか？好き嫌いなどという言葉で考えたことはない。ただ空へゆっくり登る姿を見ていると、不思議と心が落ち着いてくる。いくらか小刀に似ているのかもしれない。どちらも心に安らぎを与えて。Just like what happened in back in 結構なことだ。Cushion 1.3。ショウはタコを作ってみた。The dude that was like about 3 years ago. オイラたち。Back in early 2021。作り方を教えてもらったんだ。もしショウが習いたいなら。That was when Xiao was first せっかくだが、今回は遠慮させてもらおう。我々の中で。模様や装飾の創作に興じるものは見ぬだけだった。怪盗祭の後、もし暇があれば同着の寺の近くで我を探すといい。あ、そろそろ日が暮れる。俺も帰って同種に比較の結果を報告しなければならない。フータオは元気にしてるか？よろしく伝えといてくれ。ああ、それと先日同志から聞いたのだが、数日後に行栄荘を訪れる予定らしい。二人に時間があるのなら、頃合いを見て行ってみるといいだろう。もし荘内で会えたら、共に観覧の一人を過ごすことも悪くないはずだ。覚えたくぜ。じゃあまたな、勝利。ああ、また会おう。And back to this father-son awkward conversation. Gomi. Yep. Oyaji, から先に言ってくれ。あ、いや、なんでもないんだ。なら、俺から。俺、やっぱりリーユエコーに残りたい。ああ、賛成はできんが。まったく最後まで話を聞け。さあさあ、新宅ちゃん、ほら早く座って。長旅で疲れたでしょ？お茶を飲む？何か飲みたいものはない？我は大丈夫だ。お気遣いなく。師匠、彼女たちはもう遠くまで行った。うむ、ちょうどいい頃合いだ。我々の出番だぞ。事前に伝えた計画は覚えておるな？無論、師匠と我の役目は
家族の幸せな場面を演じてみせること。 And it's all part of the plan。 おばちゃんと同じ飲み物でいい。わかったわ。カンおばちゃんと神格まで、一体どんだけの人に手伝ってもらってんだ。ここはとりあえず座っとこう。ちょうど小螺旋画が手に入ったの。綺麗な名前だけに味もいいわ。買いだめた分を消費するため最近毎日飲んでおる。さすがに飽きてきたな。いかん、今は語り合いに集中せねば。お祭りの間は仕事も忙しいんでしょ。力になれることがあったらおばちゃんに何でも言ってちょうだい。酒を飲んで暴れる者がいたが、おばちゃんに教わった通り、奴らの頭を卓に押さえつけてやった。ああ。カンおばちゃんと神格。マジかよ。今って。まいった。演技に気を取られておったばかりに、神格が変わった子であることを失念しておった。Yeah, he totally forgot about Shinra's tendency to resort to violence when it comes to solving problems. I totally forgot about that. 最近の状況はおばちゃんも知っての通りだ。夜厨房に行ってグオパーと語り合うようになった。グオパーは話こそできないが、一緒にいると安心する。おう、ジャンリンさん、語り合える友人が一人もいないとはかわいそうな子だ。ジャンリンスペット。こうして考えてみると、ガミンは手のかからない子だな。私は厳しすぎたのかもしれん。その話はこの辺にして、神格ちゃん、これから時間あるかしら。おばちゃんと遊びに行かない？そうそう、温かい言葉をかけてやるんだ。その子もホッとするだろう。前と同じように朝から昼まで岩を背負って山を登り降りし、道沿いの草花を摘んで夕食とすることか。おばちゃんが望むなら喜んで。 What did you just say? What? 親父、お茶を。あ、いや、お茶は飲まない方がいいか。ああ、もうこれ以上は聞いてられない。ガミン、先ほどの話を続けよう。私はお前がリーウェコーに残ることに反対だ。苦労するに決まっている。お前が家に帰ってきてくれたら。まあ、お前は私と性格がそっくりだから、反りが合わないのは。They'd be like, I'm done listening to them. Let's just continue our conversation. 他の家族のことを考えてみろ。おばやおじたちは喜んでお前の力になってくれるはずだ。少し楽な仕事について時間があるときに一緒にザオ茶をいただくのもいいんじゃないか。師匠、ザオ茶とは大事なものか。もう一度考えてはくれないか。すぐに答えなくてもいい。心が決まったら聞かせてくれ。親父、本当に変わったな。昔の親父だったらこんなこと絶対言うはずないのに。でも俺は。親父、ありがとう。はあ、結構時間も経ったし、そろそろいいんじゃないか。二人が仲直りしてくれてたらいいな。二人とも黙ってお茶ばっか飲んでるぞ。なんか嫌な予感が。まさかカオンの計画が失敗したのか。お、呼んでやで。戻ったぞ。見送るついでにいろいろ喋ってたらつい時間が経っちゃって。ちょうど私たちもお茶を飲み終わったところだ。じゃ出発すっか。荷物を持ってくれ。ガミン、いつの間にこんなに背が伸びたんだ。
Okay. Let's just move on. Whoa, 1,053. Let's just teleport. I'm too lazy to walk my ass home. I think you should be fine. Now I'm at the top of the... Yeah, let's just continue on with the story quest. I'm pretty sure we're halfway through part 3. Which... Oh! Charlotte!陽徳さんですよね。遠路はるばるお越しいただきありがとうございます。スチームバード新聞の記者シャルモットと申します。今回お茶を購入するついでに差し支えなければ取材もさせていただきたいのですが。取材？お茶の宣伝だろうか。はい、そう捉えていただいて問題ありません。フォンテーヌ人もお茶が大好きなんです。フォンテーヌへの販路開拓か。準備する時間が欲しいのだが、取材の内容について事前に話を聞かせてもらえないだろうか。もちろんです、こちらへどうぞ。あ、he gave the wink。 彼女もお前らの助っ人の一人か。 She's the very important client。自分も顔が広い方だと思ってたんだが、上には上がいるな。参ったぜお前らには。 Oh, you have no idea, buddy. こっちだ。お、カンおばちゃん。あ、来た。次の計画の話だ。幼児さんに気づかれないうちに早く行こうぜ。 Alright, let's talk to Jengin.It's almost evening.俺も見習わないと。次の段階では。あ、わい、どうしたんだガミ。今回のお茶代だけど、もしかしてお前らが払ったのか。さすがにそういうわけには。ちょし、そう慌てるな、立て替えただけだ。そうそう、陽光の言葉を借りると投資ってやつだな。インベスメント。オイラたちの出し合ったモラでシャルロットがお茶を買って、それをお土産としてスチームバード新聞社に持ち帰ることにしたんだ。シャルロットの記事が新聞に載れば販路拡大の効果も期待できるだろ。そしたら投資分なんかすぐに回収できるはずだぜ。そっか、商売のことはさっぱりだけど、とにかくお前らに損をさせるわけには絶対にいかない。やっぱ帰ったらちゃんとモラを渡すな。その話はまた後でよい。お前はもっと大事なことを考えるべきではないか。うん、ああ、護送中俺はずっと考えてた。で、一つ案を思いついたんだ。ただみんなにまた迷惑をかけちまう。Just say the word, buddy. そうそう、オイラたちみんなお前の友達なんだぞ。お前の力になりたくてこうやって集まってるんだ。遠慮なんていらないからな。わかった。俺の考えはこうだ。 OK. They're discussing about the plan.よーくわかったぜ。任せとけ。 Leaving us in the dark。
All right, let's do this. あ、それと計画の実行も大事だけど、たこ揚げ大会も気になるよな。せっかくショーが比較してくれたんだし、例のあの難しい名前の装置を買って、パイナーテコに取り付けてみようね。まあ、ボプス、What the hell?Yo, so the next thing that needs to be done is we head to the kite store and buy a kite. But didn't we have our own kite already? That stupid ass looking kite that we did last 1 hour ago. いらっしゃいませ。配達から帰ってきたのですね。先日はどうもありがとうございました。あの日。うちの子供が早速おばあちゃんと一緒にタコを作ったそうですごく喜んでいました。私に長い手紙まで書いてくれたんですよ。ひひ、お礼ならガミンに言ってくれ。ええ、彼にもお礼を言っておきます。ところで、今回はタコをお求めで、どうぞご自由にご覧ください。タコならあるぞ。今回はあのフォンテーヌ製の装置を買いに来たんだ。 Device thing is from Fontaine? それだけを単品で買えるか。あ、それならどうぞお受け取りください。説明書は箱の中にあります。Oh, 簡単に取り付けられますよ。でもただでもらうわけには。どうかお気になさらないでください。タコ揚げ大会での健闘を祈っています。そっか、じゃあありがたくもらっとくぜ。Alright. 取り付け完了だ。Then this is part of the plan. 例の計画の実行に取り掛かろうぜ。Yeah, I think this is part of the plan. Next. And it's already night time. これでバッチリだな。見晴らしのいい場所を見つけようぜ。Right.Cutscene? Yeah, cutscene. Nana, もうすぐだよ。 Oh, Yao Yao and Chi Chi. Oh, Madam Ping, Shenhe Gan Yu.Guy's adjusting Shenhe's accessory. Oh. What happened? Something broke. What happened? Can someone contact the Senkan Army? Huh? 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 Huh?Coming. No. Am I screwed? This. And he's walking on water.Jengin. Wow.Is that
And then the usual, right? Oh, Kachin! Who's the one taking the photo, by the way? Oh, it's Charlotte. Oh, it's Charlotte. Him. Wow. Oh, Hu Tao. And Charlotte, stop taking pictures of Kuching already. Sheesh. Such a beautiful moment, man. Such a beautiful moment. Right. ああ、感謝するよ、お嬢ちゃん。送っていこうか。うんうん、大丈夫。師匠がすぐ近くにいるから。I just realized I don't see Jiang Ling and Xin Chu, and Yelan's not even in this. ごめん。Again.今回は私から言おう。ああ。素晴らしかった。ずっと長く十部劇を見てきた私でも、素晴らしかったと言わざるを得ない。はあ、親父も態度が柔らかくなる時があるんだな。お前、本気でこれを生業にするつもりか？ああ。分かってるさ、難しいことは。でも重要なのはそこではない。私が言いたいのはだな、難しいというのは客観的な事実に過ぎないということだ。重要なのはお前の決断、お前の夢、そしてお前の行動だ。私が若かった頃は、おっと、昔話はまた今度にしよう。Now the dad is respecting the son's decision. このタコも、もっと高いところへ飛んでいくべきだ。親父。息子よ。なんだよ、急に息子なんて呼んで。親父らしくない。まさかこんなことを言うなんてとか思ってるんじゃないか。ちょっとだけ。なかなかこういったことを言う機会がなくてだな。その、なんだ。本当は、うん、私にとってお前は本当にいい子だ。さあ、言いたいことは以上だ。それにお前もさっきから何か言いたそうじゃないか。あいつらちゃんと話せてるっぽいな。うまくいったみたいでオイラもほっとしたぞ。Yourself a pat on the back. さて、私は行こう。
ほら、あそこで友達が待っているんだろ。え、でも親父、せっかくリーユエコーに来たのに。リーユエコーにはもうしばらく滞在するつもりだ。ザオ茶はお前がおごってくれるな。親父、ったく。行ってこい。ああ、また後でな。行ってくるぜ。ラミン、嬉しそうに笑ってるな。そうか。別に照れることないぞ。Is there anything else you'd like to do? ちゃんとみんなに礼を言いたい。カウンおばちゃんや手伝ってくれたダチにな。で、もし時間があったらみんなでタコ揚げしようぜ。And that's the end of part 3. This event is so relatable in so many ways, man. Like the father-son having a quarrel because the father has his own mindset about the guy, while the son has his own I want to be free kind of a thing. But then, and things got out of hand. And so the everyone decided to try to resolve their differences, and it all worked out in the end, really. Because this kind of situation, I kid you not, it happens in real life as well. I'm kind of glad that Genshin doing this kind of a story quest where it relates to real life situations, and I hope Genshin keeps doing this kind of stuff as well. I really do. If Genshin keeps creating story quests that is very relatable in real life, then I'm absolutely down for it, without a shadow of a doubt. Don't just shove in story quests that I have absolutely zero interest. Just put in some real life situations in a story quest, and who knows, there might be some audiences that might be invested into that particular story quest. So yeah, this event is so relatable in so many ways, I must say.And I just hope that every single person out there resolve your differences between your parents or your children.